弟たちへ、君たちを訴えます。不正アクセス禁止法、個人情報保護法、住居侵入及び窃盗の容疑で、僕は君たちを懲役712年にすることができます。そしてニキビ三兆個貼り付けの刑に値します。今事務所と僕が相談してどう訴えるか話し合ってるので、少々お待ちいただけたらと思います。よろしくお願いします。ということで、お前ら弟たちどんな気持ち？お兄ちゃんに訴えられそうになっててどんな気持ち？絶対絶命で草、しかも完全敗北で草、マジでどんな気持ち？ジェームズ君には兄弟喧嘩の大戦争、お兄ちゃんには勝てませんでした。遺書にそう書いとけ。